はい、こんにちは。こんにちは、メルディアグループの平川です。菊谷です。今日はですね、前回のサウナ動画に引き続き、都内の高台に佇む邸宅から、お届けしていきたいと思います。前回はですね、サウナの方で、整わせていただきまして、今回のテーマはサウナの整った後の試しになります。いいですね。引き続き、武田バーベキューさんとともに、お届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、整いましたね、前回は。整いましたね。はい、最高でしたね。最高だったじゃないですか。はい、で、気候もいいし、で、サウナの後ということで、はい、やっぱサメシッショということで、わんぱくな飯作りたい、はい、そしてせっかくサウナでね、はい、薪ストーブ使ったんで、今日はサメシを、この薪ストーブで作ろうかいなと、いいですね、思いまして、この上がこうちょうど調理できるようになってるんで、ここで僕がどん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 料理を作りますんで、二方は、どん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 出されたやつを食うという、これは食べるだけですね。整った後にやっぱもうガンガン飯を食らい、スタミナつけてほしいんですよ。なのでお二人は、こちらに座っていただきまして、菊谷さん、アウトドア派なんですよね。大好きです。僕テント6張りぐらい持ってるんですよ。めちゃくちゃキャンパーなんですよ。キャンプ大好きです。ね、逆っぽいですけどね。薪くべたりとか担当してもらっていいですか。わかりました。はい、もう前回の動画では、オロポとかね、ブルポ飲ましていただいたんですけど、今日はちょっとロウリュしたあの水のところにルービー入れときましたんで。入ってますね。いや、いいんですか、行ってしまって。もちろんもちろん。行ってしまいます。じゃあこれからサメシ楽しんでいきたいと思いますね。楽しんでいきましょう。はい、乾杯。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、最高ですね。これ薪ストーブなんですけど、これここが開くんですよ。はいはいはい。で、ここで薪入れたらかなりの火力出るなと思って、僕あの家から中華鍋持ってきたんですよ。はい、これピッとするでしょ、これ。ぴったりですね。これでガンガン炒めようかなと思って。じゃあこのビールにも合う、そして我々も塩分できった状態なので、塩分もがっつり取れるサメシを作りますので。ありがとうございます。まずお二人に食べていただこうかなと思うのが、ホイコーロー。ホイコーロー、はい、先入れましょうか。そうですね、いいですね。なんかこのみんなでやってる感じ。じゃあちょっとそれやってもらいながら、僕は下準備をやっていきます。はい、ピーマンとキャベツとネギを切ります。さあ、ピーマン切りまして、ネギも切ります。これだから今僕こうやって外でやってますけど、もうこういう下ごしらえは別に家のキッチンでザザッとやっちゃってもいいですからね。お腹空いてます。めっちゃ空いてます。めっちゃ空いてますね。言いましたね。はい、かなり出てきます。今日はちなみに3つ料理しようかなと思ってますので。サメシってでもなんかどんなイメージですか。パンチ効いてる感じのイメージありますよね。そうっすよね、なんかわんぱくなメニュー多いっすよね。さあ、もうこれぐらいですよ、準備は。頼もしいっすわ、全部言ってくれるから。さあ、来ましたね。では行きましょう。ここにもうシンデレラフィッツですよ。でも油をなじまして、あ、いい火力。これですよ、もう中華料理の火力ですもんね、これ。めっちゃやりやすいっすわ、これなんか。いっちゃいましょうか。いましょう。うわー、まとわすぞ、まず。見たことあります？外で中華鍋見てる男。さあ、さらっとこう炒めましたら、一旦戻します。こっちに。一旦戻して。いいっすね。音が最高ですね。これですよ、やっぱり。うまそう。醤油。お酒。そしてここがね、ちょっと特殊なんですけど、甜麺醤と豆板醤。キャンプにはなかなか持ち出せないですけど、奥さんがこんな使ってたりする家はこういうのを入れていただいて、ちょっとピリッとしても大丈夫なの。大丈夫です。全然大丈夫です。これぐらい入れていいですか。じゃあちょいピリで、ちょっと僕ね、黒酢入れるん好きなんですよ。黒酢ちょっと入れるとこうさっぱりして、いっちゃいましょう。さあ、これね、あともうちょっと炒めたら完成なんですけど、ここで2人にとあるものをお渡ししたいと思います。あれ持ってきて。はーい、失礼しまーす。は
うぞ。ありがとうございます。広めしいいんですか。のびやもとです。のびやもと、サメシはこれがないと、これは基本、これぐらい食わないと、これだけ出てると思ってください。ありがとうございます。さあ、そしてお待たせしました、ホイコーローが、よいしょ。おこれはうまそう。これはうまそうだ。マジでうまそう。香りがいいですね。さあ、ではお待たせしました。はい、まずは一品目、ホイコーローで白飯を食べます。ありがとうございます。いっちゃってください。ありがとうございます。お願いします。すごいです。これは取り戻さないと、先ほど出した分。早速いただきます。どうぞどうぞ。いただきます。飯が食べません。生きてないじゃない。いやいや。うまい。で、結構簡単なんですよ。本当さっと炒めて味入れるだけなんで。まあ、肉だけかと思いきや野菜がこっち豊富なんで、野菜で米食えるんで、意外とヘルシーなんですよね。あと 2品出てくるんで、まあ、食べながら見ててください。はい。さあ、続きまして作るのが四日市トンテキっていうのを作ろうかなと思いまして。初めて来ました、四日市トンテキ。本当にまあ豚ロースなんですけど、野球のグローブみたいな形にちょっと切り込み入れて、はい、ニンニクめちゃくちゃ入れて煮込んで食べるという料理があるんですよ。かなりのこれスタミナレシピなんで、多分ご飯にも合うし、サメシとして言っていただこうかなと。豚肉のロース、ちょっと厚切りを用意します。はい、白身のここに、はい、はい、キレット用意しまして、豚はビタミンとミネラル豊富なんですよ。放出した水分とともにこのビタミン取り入れていただけたら、ニンニクが結構ポイントなんですよ。5つぐらい使いましょう。包丁の腹でこうグッと、もうそのままドン、ウスターソース、もう一個入れましょう。みりん、煮込んでいきます。醤油で、砂糖をね入れて、ちょっと甘みをどん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 煮詰めていくんですよ。これを四日市の方じゃ結構専門店もあるぐらいポピュラーな食べ物なんですよね。じゃあちょっとこのね、煮込んでる状態なんですけど、こう蓋があるんで蓋しておきます。はい、よいしょ。さあ、お待たせしました。はい、四日市トンテキがそろそろいい感じになったと思いますんで、オープン。うおお、いいですね。色がいいですね。これね、いや、いい香りだ。よいしょ。これだけじゃないんですよ、大事なのが千切りキャベツ。これでいきましょう。ちょっとこのね、さらに追いとろみ、このちょっと濃いめのソースで、はい、さあ、お待たせしました。ありがとうございます。四日市トンテキです。はい、すごいじゃないですか。これはすごいですね。これニンニクがもうゴロゴロ入ってます。いただきます。どうぞ。いただきます。ホクホクですね、ニンニクが。うまい。これ美味しいです。油の甘みもあって、ソースも美味しいですね、これ。うん、うん、で、キャベツをね、いってほしいんですよ。いいですね。キャベツに合いますね、このソースが。ね、ちょっとまだご飯2人余ってますね。ものすごく余ってますね。僕の想定ではもう今頃2杯目いってる想定だったんですけど、わかりました。ちょっとそのご飯をなくすために、はい、もう一個ちょっとご飯なくし飯作っていいですか。非常に語呂悪かったですけど。さあ、では3品目いきたいと思います。はいはい、今からやる料理が一番簡単です。はい、唐揚げ丼です。最高じゃないですか。はい、唐揚げ丼。もうこっから、おいおい武田バーベキュー油入れて揚げるんか。違います、これでいいです。出来合いのやつ。もう上がってる、はい、上がってるやつ買ってきてください。あの某青のコンビニL のとこ、はい、やつとかでもいいですか。くんとかですね。くんのやつ、ね、唐揚げくんでいいですよね。もう言っちゃった。もうこれをちょっとね、
入れます。まあ温めるぐらいの感覚で、はい、これだけでもうまいっす、うまいっすよ。唐揚げ炒め。聞いたことないですよ、唐揚げ炒め。もうね、家にある調味料でいいです。はい、みりん。で、醤油。あ、いい匂いしてきますね。ですよね、この。もうここに、あとは砂糖。よいしょ。ちょっと多めにね、して。砂糖ちょっと多めの方がね、あのご飯進みますんで。あ、甘辛い感じ好きじゃないですか、みんな。これをコーティングしていきます。砂糖もあってこうトロッとしてきたんですよね。で、もうほぼこれで完成です。ちょっとご飯下げてきて。はい、飯ボーイが。飯ボーイが。はい、ありがとう飯ボーイ。はい、飯ボーイのびあまどです。さサニーレタスなんかを飾りまして、はい、このしみしみの唐揚げを、よいしょ、めちゃくちゃ乗っけます。これはうまいでしょ。ここにもうマヨネーズをいきまして、ネギを散らし、紅生姜を横っちょに乗っけ、そして最後に、はい、こちらで飯瞬殺唐揚げ丼完成です。さあどうぞ。ありがとうございます。これでしょう。うまそう。ありがとうございます。うまそう。さあではでは、寂しい唐揚げ丼食べてください。いただきます。いただきます。いや、もう美味しいに決まってる。決まってますよ。うわぁ、見た目ですからね。いいですね、それ。これが食べ方ですよね。いただきます。いただきます。がっつりかき込んじゃってください。これはうまいですね、本当に。もう家の調味料を熱して絡めるだけですからね。ですよね。あとはでもね、やっぱりこう卵系は最後にドーンと乗っけてほしいですね。いや、2人がもう米残してたからですよ。あれ残ってなかったらもうこれ出してなかったんですけど、残ってたんで、どうしてもね、この薪ストーブがあればこういった料理はもうささっとできて、そしてサウナ後のちょっとね、こう気持ちよくなった体に入り込んでくるという、はい、塩分もしっかり取れたし、ビールも欲しい。いかがでしたか、武田バーベキューのサメシ3連発。よかったっすね。いや、よかったっすよ。どういうの出てくるかなって楽しみにしたんですけど、さすが武田さんっすね。ありがとうございます。1品目にホイコーロー来ると思わなかった。ホイコーローね、私斜め上来ましたよね、はい、アウトドアの時のね、菊田さんもぜひ本当に取り入れたいなと思います、はい、ということで、ぜひね、これ覚えて、はい、またサウナ後に作ってみてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ごちそうさまでした。今回の動画は以上になります。この動画を見て、よかった方はコメント、いいねボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。じゃあどうもありがとうございます。ありがとうございました。いつも終わり方さっぱりしてるんですよね。